はい、皆さんこんにちは。今日はギターの変速チューニングで1曲オリジナルをやってみたいと思います。で、変速チューニングって言ってもいろいろあるんですけど、今日はですねドロップ D という、で通常のチューニングはミラーレソシミですよね、こういう感じなんですけど、この6弦を1音落としまして D にすると、でドロップ D と、でこれ自体は和音になってないんですけど、独特の雰囲気が出るということで、ちょっと、やってみたいと思います。それではレッツゴー。というようなわけで、
オリジナルのブルーオーシャンという曲をやってみました。冒頭エマーソン・レイク&パーマーのスティル・ユー・ターメオンを入れてみましたけども、他にもドロップ D チューニングで、こういう独特のね雰囲気のこういう感じの和音がねいいんですけども、他にも曲あると思いますのでぜひ探してみてください。ということで次回また違う変態チューニングじゃない変速チューニングの曲をやってみたいと思いますので、ぜひご視聴お願いします。ありがとうございました。では。